皆さんこんにちは、うみこです。先日仕事で渋谷に行ってきました。いつもなら自作キャンピングカーで車中泊するところなんですが、この日はカプセルホテルに泊まりました。カプセルホテルって私初めてで、なんか独房みたいなイメージもあったんですけど、実際行ってみたら結構面白かったんで今回動画にしてみました。この日が金曜日で夜の8時半ぐらいです。これから宿に向かおうと思います。こちらが今年の6月にオープンしたばかりのブックティーベッド渋谷っていうホテルです。ちなみに案件とかではなく、普通に自分で探していきました。今回ネットで予約して1泊6800円でした。最安だとなんと3800円から宿泊できるらしいです。ルーフテラスなんてものがあるの。妖怪でございます。そうそう、なんかすでに
つもはですね、フィットビットで睡眠の質を計測してるんですが、最近壊れちゃってちょっと今使えないんですよね。なので感覚値になってしまうんですが、明日の朝寝てみた感想を述べたいと思います。ルーフトップテラスなるものが気になるので行ってみます。屋上階でございます。来た、ブースフロール、下に参ります。どうぞ。暑い。おお、こんな感じか。一泊泊まってみた感想なんですけど、かなり快適に寝ることができました。ロールカーテンが閉まるのでプライベート感はありますし、まあ狭いんですけど圧迫感というよりかは自分の居場所にこう収まってるっていう、お手洗いだったりシャワーが共有なので他の利用者の方に気遣ったりっていうところは必要ありますけど、寝るっていうところだけ見るとかなり快適に過ごせると思います。ロールカーテンをこう、まあ、閉めた状態で個室の中の電気を消すと暗くはなるんですが、廊下のところの電気ってずっとつきっぱなしなんで、ロールカーテンの方からこう光が入ってくるんですね。気になるっていう人はアイマスクとかあった方がゆっくり寝れるんじゃないかなと思います。念のため耳栓をして寝たんですけど、夜中に他の利用者の方の音で起こされるっていうようなことはなかったですね。というわけで今回はちょっといつもと違う感じの動画でした。ご視聴ありがとうございました。